あ、どうも、日本人の皆さんどうも、聞こえますか？これはね、1年前の映像なんだけど、懐かしいからちょっと見ていこう、一緒にね。あ、当たったかな、今。わかんないね。ちょうど1年前の映像なんだよね。これ乗ってんのかな、これ。じゃあ見てくれ。ゆっくり見てくれ。うわ、釣れた、すげえ。うわ。2021年の5月だけど1年前これね、銀亀釣れたね。毛ガニ王子さんとおさぼりーまんさんと一緒に野ヶ谷港のボートシーバスっていうの乗って、シーバスがいまいち釣れなかったんで、これ見て、入れ食いだよ。ほら、やばくない、これやばくない、これ、これは浪人味になるの、大きくなると浪人味になってGT の子供みたいな感じだから、名古屋港にもね GT の子供が来てるんですよ。でここで最大は50センチ以上が釣れたことがあるらしい、過去にね。カメラマンおさむさん、ありがとうございます。1年前のあるよ、奇跡だろ。でこれ懐かしいね、エビスルーを使って投げた、入れ食いだったね。これもう釣ろうと思ったらもう本当にもう無限に釣れた感じ。投げたら釣れるほら、すごいでしょ。ということで、釣り最近行きたいなと思いながらなかなか行けてないので、ちょっと1年前の動画を一緒に見よう。おさぼさんね、これね、 YouTuber のおさぼリーマンさん、ほら、釣ったね。ほら、おー、釣るね、俺これエビスルーがマジでね、食いがいいのよ。500円のルアーなんだけど、めちゃめちゃ釣れるよ。安いルアーでも釣れる。いいポイントにいい感じで投げれれば、浪人味の子供、 GT の子供が入れ食いになるっていう。ということでゆっくり見てくる。ちょっと記録魚出したいね。記録魚とか。だ、エビスル、これはちょっといいか、サイズが。もうエビスル強え。うわ、50はない。いやでもドラッグ出るな、ちょっとエビスル強い。エビスル来た。なんか2人ともかかっちゃって。ごめんごめん、あの走っちゃったんだよ、そっちに。あ、こっち走ったの。あ、それ何使ってんの。これね、普通のミノ。珍しいミノだな。シーバス用だよ。すごいよ。結局ほら、不調様に迷惑をかけて。エビスル、めちゃめちゃ釣れる。正直エビスルより釣れるわないから、めちゃめちゃ釣れる、こいつは。また食った、ほら、おお、すげえ。これエビスル来た。これね、強いんすよ、エビスル。ちょっとちっちゃいのも拾っちゃったな、これ。釣れない時でも釣ってしまうエビスル。もう実力で投げて巻くだけなんですよ、これ。これでかい、今日最大。これでかい。ちょっと尋常じゃないな、エビスルーの釣れ方。みんなが釣れない時も、でかい。うわ、あのサイズだ。あ、でかい。ちょっと種類違うかな、これ。いや、一緒じゃない。一緒。いや、日本人さん、あんたトラブル多いな。多いでしょ。釣りならんでしょ。釣りならん。ジャーってやってやれば。でかい。いや、あんまり。何、何、おめでとうございます、おさぼさん。何が来たの。わかんない。すごい、でかい。ヒラメか。ヒラメ臭いですね。ヒラメだ。ヒラメ。でかい。あ、でかい。でかい。ついに来たぞ。おさぼさん、すげえ。ヒラメ。ヒラメだわ、見えた、見えた。ほら、ほら、ほら。うわ。はい。マジで。ヒラメ。でかい。親子で。おさぼさん。やっしゃ、でかい。これ座布団か。うわー、すげー。おめ、マジで。いやー、でかい。これはこの間マジででかい。マジででかい。これ本物。うわ、でかい。やったごめんね、待ってよ。でかいね。結構でヒラメ。
うわ動く生きがいい。うわ横持ち横持ち的よっ50近いですね。50あるかな。僕は47と言いました。よっしゃひらめき。おお50ジャストえちょっと待って。あまずおお50あるジャスト。本当だぴったり張ってますよ。口閉じっていうか口帯のここでいったら50センチ。うまいでしょうねこれ。うわあ強っ。うわこれ指入れたら血出ますねこれ。出ますよ。ちょっと待っててね。かぶって噛まれないですか。大丈夫です。ガーッ斜めがいいから斜めに。うわあこれメータークラスに見えるわこの近くで。